おじゅー、今日はお正月のナマスの復習をします。おばあさんが美味しいナマスを作ってくれるんですけど、まだ私は習得してないので、今から復習して作り方を復習します。この大きな鍋ね、どうですか。この大きな鍋見えばかりますか。大根のこれちっちゃな鍋もこれ、すごいです。今から3キロ近く作りたいと思います。ボンジュー、皆さん元気ですか。今日はね、元フレンチシェフと家料理、今日はですね、少し変わったものをお見せしましょう。ご紹介します。マダムのおばあさんに直伝してもらったね、うちのね、女房のね、実家はですね、隣にあるんですけど、もともと仕出し屋をやってましてですね、いろんな料理を教わります。で、たまに教わります。正月に作ったナマスがですね、非常に美味しいということで、おばあさんももうお年ですので習っておこうということでね、習ったのを今日は復習してですね、まだ大根がね、兄貴のうちの兄さんの畑にまだあったんで、この豊漁大根というのをいただいてきましたので、ね、またそれでやっていきたいと思います。ね、豊漁大根は12月の終わりに1回見せましたけど、昨年のね、もしよかったらググってみてください。はい。で、使うのは塩ですね。人参1本、それから人参はね、どちらかというと色付けみたいなもんですね。それにお酢、ちょっとね、分量は測ってないんですけどね、まあ、大根を1キロ出して 30g のお塩で少ししんなりとさせるということですね。で、これは後から塩を加えたり水洗いはしないんで、水洗いしちゃうと味が抜けちゃうんでね、これはその程度、大体ですけど、まあ、それしょっぱい嫌な人はその辺ちょっと勘案してみてください。で、酢は後で見てみます。それと上白が大体 100g、まあ今日はね、僕はね、これ1キロだとちょっと100は多いですね、多分ね。僕これちょっと味見ながら言いますけど、一応100かかってますけど、今日僕はね、この2.5 倍やってますんで、ちょっとね、これちょっと間違いかもしれませんので、一回見てみますね。それにピーナッツと、ちょっとここが普通のナマスと違うのは、落花生と煎りごまを使うということですね。で、落花生はですね、こういう殻付きのものを使います。殻剥いたやつだとね、塩がついてるのが結構多いんですね。で、油も多いということで、これ使うといいですけど、だからこっちに今ここに大根がありますけど、大きな大根きっと入れますけども、それに要するに、塩するもんですから、これの塩の部分はいらないということで、これをね、ここに皮を剥いておきました。で、これが皮を剥いておきました。で、この大根をどうするかっていうと、こういうやっぱりね、材料っていうのは切り方によって随分味が違うものですからね、これちょっと特殊なやつですけど、まあこれやるとき手気をつけないとね、危ないんですけどね。で、人参はちょっと硬いので、ちょっと細めで今日はやってありますね。これだから、これのちょっと網の大きいやつでもいいんですけど、この前ちょっと作ってみたらですね、やっぱりこれでやった方がどうも味が良かったですね。で、それに、まあ1キロに対してだいたい 30g ぐらいの塩で、殺してあります。殺すっていうのは、変な言葉ですけども、まあ、料理用語ですよね。その死になったんですよね。これで30分から40分経ってますね。そうするとこうなってますからね。で、こちらにも人参を下、もう一緒にやってもいいんですけど、ちょっとこれが遅れたんで別にやったんでね、これ一緒にやっといてもいいんですね、別に。その代わり細めにしてくださいね。今日は普通の人参使いましたけど、お正月の時はやっぱり京人参ですね。ちょっと赤色のね、色のシンクに近い赤いの使いますけど、やっぱりあっちの方が色目が綺麗ですね。ちょっとお高いですけどね、色目が綺麗です。これをどうするかというと、こんなに水分がこれね、その1キロに対して 30g ぐらいの塩でこんなに水分ができたんで、どうするかというと、これをね、手をきれいに洗って絞るんですね。これ全部絞っていきますね。絞っていきます。今日はちょっと手が痛いですね。何をピーナッツ皮むいたからかな。ピーナッツ結構皮むきましたからね。おばあさんにもやってもらったんですけどね。おばあさんにもやってもらいました。で、これを絞ってですね、よいしょ。だからあまり絞りすぎても、2回ぐらい絞った方がいいとかっておばあさんも言ってましたけど、あまり絞りすぎ、僕なんか力があるからね、多分まだ力あります。まだ力あるか。あまりなくなったんだ、でもね、ゴルフのボールが飛ばなくなってきましたね。
最近腰が痛いからね、ゴルフもできないんですけどね。なんて弱いこと言っちゃダメですね。はい、絞りましょう。余分なことは言うなって、ね、一生懸命絞って絞らないと、たるんでてはダメですね。はい、これでだいぶ全部ね絞ります。絞りましたね。絞ったらこんなにね水分がね、やっぱり塩すると野菜の水分が出てくるわけですね。ちょっと失礼して飲むよね。もう一回ちょっと軽く洗っておきます。そしたら中をですね、ちょっと綺麗なペーパータオルでもいいですか、ちょっと拭いてですね。そして大根、さっきの絞ったのをですね、もう一度軽く絞りながら戻しましょうね。もう一度軽く絞りながら戻しますね。軽くですよ。はい、軽く絞りながら戻しましたね。これでいいでしょうね。今日大きい、たくさん作ってますから、これ僕はこれ 2.5 キロぐらい大根作ってますね。 2.5 倍作ってますね。で、ここに、砂糖を入れますね。測りましょうかね。砂糖じゃあ測ってみます。今日は大体100ですね。100ありますから、これ僕もこれ 2.5 キロに100入れてますからね。だから1キロに対してちょっと後で計算ね、大体これぐらいでいいと思います、ね、100。だからみんなは大体1キロに50弱ですね。40グラムかです。で、ここでちょっと酢を入れますけど、ここでちょっと酢をね、これ分量これ決まってなかったんで、今日決めようかと思ってね、おばあさんに習ったんで決めようかと思って、まだ測ってなかったです。今これ測ってるのが 200cc 穀物酢使ってます。失礼、見えなさいですね。手で見えないですね。それを入れます。ね、で、入れて、今 200cc 入れたんですよ。200cc 入れて、上白糖も入れました。今 100g 入れたんでね、まあ、1キロに換算すると、まあ、40。ぐらいかなっていうところですね。で、ここでちょっと味を見ましょうね。あ、ちょっと甘いからちょっとお塩、これ一回ねつけておいて、軽めにしておいて、で後からまたこれ今189、75、ちょっと言いますけどね、75ですから175入れましたね。あ、275か、200入れたからね、275出ました。で、ここでちょっと一回味を見たら、ちょっと置いておいて、またあと酢と砂糖はまた後で調整できますからね。で、このここに置いてあるのがですね、ちょっと見えますかね、ちょっと動かしますね。はい、ミキサーあります。ミキサーに200、今日はね、僕いくつ使いましたっけ、ピーナッツ 250g あります。ちょっと多いかと思いますけど、200でもいいぐらいですけどね。ピーナッツ入れます。でも多い方が美味しいですから、ちょっと今日は250入れてしまいます。それでこれをあまりたくさん入れなくていいです。ね、であまり細かくしない方が逆にいいです。ちょっとね、細かくしすぎたかっていうぐらいですね。少しでもそこにこれは、いりごま、ね、これ 60g 入れてしまいます。いりごまも少しいきそうにやってしまいます。ちょっとね、止まってしまいました。はい、下がね、硬いです。じゃあ、もうこのぐらいやればいいです。それを合わせていきます。ね。だからちょっと多いかもしれませんね。ちょっと一回見てみましょう。ちょっと多いかな。ちょっと多いですね。あ、ちょっと多いですわ。半分ぐらいでよかったか。えらい違いましたね。もっと入れてか。もう少しでも入れてもいいですね。3分の1ぐらいですか。150ぐらいでいいかもしれませんね。だからごまもその割合で減らすということで。いや、要はそのごまとピーナッツ入れることによって
風味が出て美味しいですよと。ここで一回ね、もう一回見て酢が、うん、うん、うまっ。これで浸かるわけですよね。少し少しだけなんか発酵、私たこれ味を見て、それで酢と砂糖をもう一回調整しますけどね。で、こういう器に、ね、今日だ2キロぐらいですから入れてですね、あ、一人で僕今日は初めて、この前おばあさんにちょっとね直伝をしていただいたんだけどね、はい、見えますかね、見えない失礼ですね、はい、これでね少し押して、まあ押してというか軽く詰めるだけでいいですね。でこれに蓋しておくと、また明日ちょっと味を酢を見てですね、作ります。はい、今日はねおばあさん直伝の正月ナマスを作ってみました。じゃあまたね、コメントくださいね、チャンネル登録よろしければお願いします、よろしくね、バイバイ、まったねー。